さあ、紀北町で最後にご紹介するのは靴のデイリーさんですね。靴が好きで好きで仕方ないというプロフェッショナルなおしゃべりのね、笑顔の素敵なご主人さんの、映像、思う存分楽しんでください。どうぞ。はい、阿部さん、はい、今度はね、靴屋さん、靴大切、大切ですよね。結構いろんなとこ移動されるで結構足は疲れるから。そうなの、いつもはねやっぱりスニーカー系が多いの、はい、あ、そうですよね。フットワークよく動けるように ね、 ね、そんなこんなで、靴のことなら何でも聞いてくださいっていうね、ご主人さんなんで、ね、ああ嬉しいですね。ちょっとお話聞きながら、ぜひぜひ、はい、試着、はい、試足っていうから、うん、ね、してみませんか。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ行きましょう、はい。では靴のデイリーさん、ご主人さんに来ていただきました。ご主人の藤畑さんです。はい、私靴のデイリーでございます。よろしくどうもお願いします。今日はね、阿部さんと一緒に来ました。ね、知ってますか。はい、知ってますよ。もう昔からようご存知です。ご存知ですか。ただお会いしたのは初めてですけど、はい、大体の人そうなんですけどね。あ、そうですね、はい、今日はね、阿部さんはやっぱりね、あのやっぱりいろいろお忙しくて、うん、バタバタと、うん、そうですね、動くっていうことで、ね、本当に意外によくあの現場で歩くことが多い。ああ、そうなの。はい、だから靴にはこだわりを持って、ね、いつも大体スニーカー系でもクッション性があって、もう軽くて、もうぬくもぬもよく歩いてるような、はい、そんな感じのがあるといいなといつも思っていて、ね、でも今さ拝見させてもらうとさ、はい、ちょっとこう身長が少々ね、そうです、ごまかしができるような、これはねピンヒールで、これはちょっとあのおしゃれ用のそうですね、はい、そうですね、本当ですね。でこう移動とかそういう撮影とかでね、うん、歩きやすい靴あったら紹介してほしいなと思うんですけど、ね、いいですか。はい、わかりました。今はね、あの阿部さんはスニーカーのおしゃれな履いて見えるけど、はい、あの今は時期的にはブーツがね、はい、多いですから、ね、木下さんもお秋ですけど、はい、実は私もこれ、まあ、デイリーさんで買った靴なんですけど、ね、ずっとそれが気になってたの、その靴、そうなんですね、これね、すごく履きやすいので、うん、ぜひ試してみてください、うん、もうこれね、履かれたらクッションが一番なの、あったかそうだし、うん、あったかいですよ、ね、いいですよ、すごいいいですよ。ぜひちょっといいですか。はいはいはい、どうぞ、はい、じゃあ阿部さんは、はい、22.5 ですのでね、はい、すぐ見てわかるんだ、はい、これでも大きいかもわからない、うん、22でもええかもわからない。阿部さんはそうですか、ああちょっとさ、はい、まあ、足入れられたら、あ、ちょっと外しますか、うん、すいません、はい、はい、ちょっと念のためこれ22今、あ、いいよ、この履いてみた。そうですか、でもタイツの時の方が多いかもしれない。あ、そうなの、はい、これはね、た、あ、安倍さん22だ、実際ちっちゃいですか。これでも多分大きいよ、これでも。あ、クッションはすごくいいですやろ、はい、まあね、両方と履いてみてください。これ安倍さん大きいよ、大きいですか、うん、22入れないといかんみたい。え、なんとあれですね、あの靴だけじゃなくてバッグも可愛いのいっぱいありますね、うん、今このバッグの中からこのバッグ出てきました。そう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 、これね、阿部さん、はい、これダバッと入れるとさ、整理がつかないもんで、小さいバッグがさ、例えば化粧品だったら化粧品だけ入れてさ、あのね、休憩の時にそれだけ持って歩けるように、それでこうして入っておるの、ピッと入れて、うん、だから印刷になったらピッと取り出していけるというね。最近のさ、ちょっとこういうカバンはファスナーのないのが多いんだけど、こうやってファスナーついてる、そう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 、いいですね。この色が今年すごい、うん、すごい人気よ、ね、うん、こういう色、でも最後にもうワンプッシュ、うん、このお店の PR を、うん、うん、あのね、うん、人との触れ合いをまず第一に、うんうん、楽しんでね、お客さんにも楽しんでいただいて、いいですね、自分も楽しんで、うん、もうそれが一番、そうです、ね、うん、それが喜んでいただけて、うん、お客さんとして、あの顧客としてね、ずっと通ってくれるっていうのが理想にしてます。そうですね、はい、素晴らしい、いいえ、もうそれが一番だと思いますこれからも元気に頑張ってください、はいはい、ありがとうございます、はい、ありがとうございましたはい、今日はいろいろお話聞かせていただいてどうもありがとうございます、はい、なんと今日は初登場奥様です、登場です、はい、ほんでなんと私たち靴が気に入ったのでついお揃いで、お揃いで靴をお借りしちゃいましたということでね、今日はいろいろお話聞かせていただいて、ありがとう、よかったですよね、いろいろお話聞かせていただいて、本当本当楽だし、今今楽ですか、はい、いつでもいらしてください、大切ですもんね、はい、いろいろありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。
ました。はい、デイリーさんどうでしたでしょうか。デイリーさんでも本当に靴が好きで好きで仕方ないのでね、一つこう話題ができるともうこんなに話がなっちゃって、この靴のことはこんなにもう本当に靴が好きで好きで仕方ない、そんなあのご主人さんなんですが、なかなかこうね、あの撮影が切れないっていうことになって、もうずっとおしゃべり続けるデイリーさん、ずっと喋り続けるご主人さんっていうことでね、ちょっと私は面白かったんですけどね。はい、そんな感じで靴のデイリーさんもね、素敵なご主人さん、本当にいろんなこと相談乗ってくれるのでね、ぜひね一度お邪魔してみてはどうですかね。では CM の方ご覧ください。